リハイロ・ジュリアーノ・ジブコビッチは、オランダアス戦出身のサッカー選手。レッドスター・ベオグラード所属。ポジションは FW。父親は、キュラソー島。母親は、セルビア出身である。オランダのフォックスホルにある、FVV というサッカークラブでキャリアをスタート。11歳となった2007年に、FC フロー人間のユースへ加入する。各世代のユースで活躍し、 2012年12月2日のヘラクレス・アルメロ戦で16歳と88日でクラブ最年少デビューを果たした。2013から14シーズン、2013年8月3日に行われた NEC 内名編とのアウェーゲームで途中出場し、アリエン六編の記録を破るクラブ最年少ゴールを決めた。同年十一月三日のローダ・ジェイシーとのホームゲームではレギュラーで センター FW を務めていたニック・ファンデル・フェルデンの負傷欠場を受けて初のスタメン出場を果たした。FC、バルセロナやレアル・マドリードを含めた数多くの欧州、トップクラブが関心を持っていたが、2014年7月1日よりオランダを代表するビッグクラブのアヤックス・アムステルダムでプレーすることになった。2017年6月16日、 キロボルト・オーステンデに移籍することが発表された。2019年2月18日、中国2部の長春アタイ属級クラブに移籍した。2020年1月31日、シェフィールド・ユナイテッド FC にシーズン終了までのレンタル移籍が発表された。ありがとうございます。